白やピンクなど様々な色や形の花が咲くことで知られているサツキ。5月を代表する花の一つで、古くから日本人に愛されてきました。今日から牧野植物園で始まったサツキ祭りには、県内の愛好家が丹精込めて育てたサツキ、およそ50鉢が展示されています。皆さん立派に育てて、で本当感心します。もうすごいなと思う。めっちゃ綺麗そんなに綺麗な花を浴びたことは今まではないんですねこちらは最優秀賞にあたる高知県知事賞に輝いたサツキ。高知県サツキ愛好会の副会長である鈴木義雄さん90歳の千代の誉れという作品です。枝ぶりがよく花の色のバランスが取れていることが高く評価されました。サツキの花の華やかさと透明感のある美しさを皆さんが堪能していただいたら嬉しいと思います。サツキ祭りは牧野植物園で今度の日曜日まで開催されています。